はい、どうも、速稼塾の久保でございます。今日はね、8月31日、朝4時58分になります。まあ、8月も終わっちゃいましたね。夏が終わりました。そして明日から9月が始まります。いかがでした？トレードの方は力がつきましたか？そして、これは攻略したかなって言ったね、そんな技、瞬間がいくつかあったでしょうか？それがなければね、この7月、8月、大いに反省して、9月からもう一回ね、一からやり直すつもりで、まずは専門用語から覚えた方がいいと思います。というところでね、去年販売した私の速稼塾の基礎講座、こちらの方、またね、再販売しようと思いますので、ご希望の方はまたメールをお寄せいただければと思います。ぶっちゃけブックオフにある FX の本の基礎用語、単語集、こういったものを読めばいくらでも学べることです。でも、本ではなかなか学べないんだよなって方がいらっしゃいましたら、私のね、動画音声、1日1分前後の講義を3ヶ月にわたってお送りして、それによって FX に必要な専門用語を覚えていただくっていうコースになってますので、こちらの方ご検討ください。もしすぐ欲しいよって方がいらっしゃいましたらね、メールなどでお問い合わせいただければと思います。それでは前提は終わりました。8月が終わってですね、来年こそは自由でお金に困らない、そんな暮らしを送っていこうかなと思う方は、FX これからもよろしくお願いします。8月終わってもね、9月、10月、11月と相場ずっと続きますんで、まだまだ、ね、チャンスはあります。それではね、月末の相場解説に入っていこうかと思いますので、画面を切り替えてご覧いただきます。こちらです。まずはデイリーから見ていきますけども、デイリー覚えてますか？上の方がこういう風に整っていて、横一線。で、下の方が広がっていきますよっていう風なお話しましたね。その後、どんどんレンジに向かったって収束してるんじゃないかなってことをお話したと思います。収束ね。まさにそうなってるでしょ、うん、まあ、というところでね、フォーメーションが見えてきたと思います。ついでにもう一本引くと、ダイヤモンドみたいになるわけなんですよ。で、ここが上昇トレンドね。で、ここが下降トレンド。ここも上昇トレンド。はい、下降トレンドがこう。で、転換しているところがそれぞれ、ここと、ここと、ここと、ここ。補助線を常に引くようにしてくださいね。で、このダイヤモンドは、要するに上に行くか下に行くか分からないって状態のところなんですよ。継続して下に向かうこともありますが、ありますがね。例えばここを起点にして、もう上昇に転じましたよっていうこともあり得るわけなんですよ。ですんでね、今は上に行くのか下に行くのかを見極める時期だよってことを話しました。4時間の方に行ってみます。4時間の方ね、こういうふうにお話したこともあったと思います。しかし、反面、こういった見方もできますよね。レンジってことです。レンジになると、上の方に跳ねるか下の方に跳ねるか分かんない、収束していくってことになりますし、移動平均線がほら、ここもそうですけども、横一線にピタッと並んできたでしょ。トレンドを書くときってこうやって広がってるんですよ。これ広がってるんですよね。こういうふうに。トレンドを書くときは。だから広がりのこの辺りでエントリーしましょうねってお話をしてるんですがね。でも今は収束してますんで、エントリーを積極的にするというよりも、ブレイクした方向についていくってことになりますので、110円の140を超えたら、バイにエントリー。で、109円の510を超えたら、セルにエントリー。こういった感覚で見ていけばいいと思いますよ。で、1時間の方を見ていきましょう。はい。1時間の方を見ていくと、どうでしょうか。横ばいになってるんじゃないですか。ね、特に、ここ3つが揃いかけてるでしょ。だからあとブレイク待つだけなんですよ。当然、セルのブレイクポイントはこちらです。109円の700。ここを下に割ったら、セルしましょう。で、バイの方はね、ちょっと難しいんですけども、まあ、前回高値ぐらいでいいんじゃないですか。そして、ここがそのままゾーンになってますからね。ですので、110円の150を超えたあたりで倍の方に入ればいいと思いますけども、ちょっとね、距離がありますよね、ここからはね。まあですので、ここで取れる人は取ればいいと思いますけども、ただ、収束してブレイクするときはおそらく私下に行くと思うんですよね。だから上へのエントリーは今回見送ります。上に行くとしたら、跳ね返って、ここから下に行く狙い、110円の150で反転狙いにしますね。
はい、というところで解説の方は以上です。8月もお疲れ様でした。9月はね、12月がありますからね、9、10、11、12と。ですから、夏場とかね、春みたいにエントリーできる瞬間はそんなに多くはないです。だから一日一日大切にしていかなきゃなりませんしね。皆さんと一緒にこうやって学んできて、そろそろ勝ちたんじゃないかなと。コロナの前から FX やってる人で、まだ勝ててないとしたら、それはね、ちょっとね、真剣味が足りないんで、ちょっとちゃんとやれよ、ということです。ここ、数ヶ月とか半年で始められた方は、まだまだね、下地固めの時ですから、トレードを焦るんではなくて、専門用語をきっちりと覚えていきましょう。ということでね、専門用語まだ入ってない方は、速稼塾の基礎講座、初級編、こちらの方をご検討ください。それでは本日は以上です。こんにちは、速稼塾の久保です。今日は9月1日、月が変わりましたので、月足の方から見ていくんですけども、覚えてますかね ?8 月は私はセルの方で月足が確定するという方針を立ててやっていました。でも実際には、8月は1ヶ月を通じてですね、月足はわずかですけども、陽線で確定したんですよね。そして上下にちょっと長めのヒゲが出ています。これが何を意味するかっていうと、まあ、概ね横ばいなんだけども、微増してちょびっとだけね、倍の方に傾いたよってことなんですよ。ということでね、月足でエントリーしていた方は、私の戦略だと、マイナスということになります。ただ私はご存知のように、1時間で勝負してますから、これでもね、プラスではあるんですよ。ただ全体的な戦略がセルの方に傾いていましたから、セルの指示を出したことが多かったと思うんですよね。そういう意味で言うと、倍のエントリーポイントを逃し続けたとも言えるんですよ。そういった形で、利益は出たにしても、あんまり成績のよろしくないね。そんな8月だったことを今振り返っております。そして9月なんですけども、9月の方針は、これはですね、倍の方に傾いているんではないかなというふうに今は判断してるんですね。ただ、上下のヒゲが出た形で8月が確定しましたんで、やっぱ横ばいっていうのが一番強いと思います。まあですんで、月足の戦略としては、倍の方に向かうんですけども、でもね、やっぱり1時間でのエントリーを探すのが、正解だったかなと思いますね。このようにですね、どの時間軸で勝負するかっていうのはその人のライフスタイルによるんですが、ただやっぱり資金のそんなに多くない方は1時間で小刻みにその日の勝負をした方がいいように思います。それではそれを前提に9月も戦略を立てていきましょう。月足からです。はい、月足がね、確定して上下のヒゲを出した陽線で終わりました。その前の月は、まあ割と長めなね、セルですね。その前がやっぱり陽線になってるんですよ。つまり陰線と陽線が交互に出てる形なんで、これはまあ横ばい色が強いかなっていうところです。そのちょっと前には、下のところから102円のね、115あたりのラインから、ぐーっと大きく上の方に伸びた3ヶ月がありましたよね。で、この3ヶ月の流れが止まって今横ばいに入ってるんですよ。ということは、浮力の方がまだ強いわけなんですよね。浮力ですよ。で、その浮力が押さえつけられたポイントっていうのが、こちらにあります。この二つの上髭です。これがね、出てるってことは、私たちが警戒する大きなゾーンっていうのは、112円の165という切り板にあるんじゃないかなってことですよね。まあ、ですんで今後、倍の方に向かうにしても、112円の165が鬼門になって、ここを破れずに反転してセルの方に向かうんではないかなっていうポイントを押さえておく必要があります。もう一回価格の方言いますよ。112円の165。ここがかなり強い抵抗体となって、全体的にはセルの方に教えられていくんですが、今は瞬間的に倍の方に向かっているということが、移動平均線のね、この変化でも見分けることができるってことですね。じゃあ、月足は以上でございます。で、戦略としては倍の方ですね。9月は倍です。次は、週足の方を見るようになります。週足は、全体的にここからですね。ここから下の方に向かっているのが確認できると思います。実線を見るとね、下ですよね。で、今回反省しないといけないのは、この、ヒゲ、下に多く出てるヒゲが、思いの方が強いってことなんですよ。ですんで、ここからね、移動平均線なんですけども、上昇する勢いは収まってきて、だんだん横ばいに入ってるの分かります?横ばいに3本の線が揃ってきてますんで、強い場合の流れは来ないと思います。特に112円の先ほどのポイントで、セルへの強い、下降のパワーがありますからね。それが、
まあ今からぼちぼち効いてくるわけなんですよ。ですので上昇の勢いは止まりつつあるかなって判断します。ただ、セルの方に一気に進むんではなくて、まずは横ばいが入るのかなってことですよね。もうなんていうんですかね、ぐっと変化するんではなくて、ぐっとね、一旦横に行く形で、緩やかにセルの方に向かうんではないかなっていうふうに考えてますね。それが週足です。じゃあね、日足の方に入っていきましょう。日足はお話していた通り、ここのラインがあるでしょ。で、大きく広がっていきつつ、収束にも向かってるってことなんですよ。ね、ですんで、この日足では110円の515を天井にして、現在、倍の方に向かいつつ横ばいを形成しているってことです。横ばいですね。大体ね、10月、11月、12月っていうのは大きな流れを作りやすいんですよ。その前の調整だと思っていただければ、この9月が横ばいに向かうということが、なんとなくね、分かっていただけるんじゃないかなと思います。それでは4時間の方行きましょうか。さあ、いよいよなんですけども、4時間なんですが、まあ、目に見える横ばいを作ってますよね。で、横ばいと同時に収束にも傾いてきてるんですよ。上下の幅がどんどん短くなってきてるでしょ。こんな感じで、横ばいなんですけども、ペナントを作りながら三角形を作るような形になってますね。ここというポイントね。では1時間です。今日エントリーできるかどうかはこの1時間を見ればわかります。いかがでしょうか？エントリーするポイント見つかりそうですか？あ、ちなみに昨日なんですけども、ここでエントリーするタイミングはありましたね。振り返ってみれば。ただこれは予測はできませんでした。あ、ですんで、ちょっとこれを逃したのは実力不足としか言いようがないんですが、これは気づかなくてもしょうがないかなと思いますね。うん、今の力ではね。だから収束をしているはずなんですよ。ここからここまでね、こう、入ってきて、どんどんちっちゃくなっていると。ブレが。その中で起きた、この突発的なね、上下の大ブレなんで、これはまあ材料が来たっていうふうに判断するのがいいでしょうね。で、今日のことなんですけども、これは倍の方に向かうんじゃないですか。まあ、倍の方に向かう根拠はいくつかあるんですけども、まずはね、上から下に来て、価格が、これが下に向かう流れを作ってるでしょ？これ上に向かう流れ作ってるでしょ？この上に向かう流れがまだ止まってないんですよ。高値がこういうふうに更新されてきてますからね。それを考えると、今後ももう一回ぐらい更新する。もしくは更新をやめて、この辺りで下方に転じた場合、うん、それは、収束がね、継続したって考えてもいいんじゃないかなと思います。こういうふうにね。これが一つ目。二つ目なんですけども、やっぱり陽線の方が大きいのが出てるんですよ。ね、それは、そうですよね。この長四角の箱の中見ればわかると思いますけども、一番大きな陰線が、この辺りでしょ。それに引き換え、一番大きな陽線はもっと大きいわけですよ。これは上の勢いの方が強いってことになります。で、三つ目が移動平均線が上の方にポンと跳ねてるからですね。ということで今日は倍で入ることができますけども、ただね、あんまりね、上下の幅がそんなないんですよ。収束しながらの横ばいなんで。ですんで、エントリーはしない方がいいと思います。じゃあ何するんやってことですよね。9月1日。特に何もできません。しょうがないです。横ばいに入ってるときはエントリーしない方がいいですからね。で、昨日みたいな突発的な上下の触れってのは多分材料なんで、これは分かんなくてもしょうがないです。テクニカルで私たちやってますからね。ファンダメンタルは、そのぐらい、いつ何が原因で起こるか分かんないから、うん、意識を向けていても、うん、しょうがないかなと思いますよね。じゃあ全体的な流れをお話しさせていただきました。まあ今日はエントリーできないということですね。もしかしたら今月はエントリーできないかもしれません。ただね、一つ言えるのが、材料が出てくる金曜日があります。うん。だからここで、おおむね、来週の方向づきができるんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。うん。焦ってもしょうがないです。もう、今日もお休みしましょう。それでは、失礼します。おはようございます。FX の相場解説、今日は9月2日の朝6時になります。あんまり関係ないことなんですけども、ドリフターズってあったじゃないですか。加藤茶って何ですかね。
チャっていうのが名前っていうのは、なんかお父さんお母さんどういう気持ちでチャってつけたんでしょうね。あと高木ブーですよね。ブーってのもよくつけましたよね。中本浩二の浩二は割とまともなように見えますけども、浩二っていう漢字が単なる泥浩二ですからね。何なんだろうなと思います。そう考えたら、まともなのって志村けんぐらいじゃないかなと。イカリア長介もね、何なんだイカリアっていうのは。そして長介っていうのも、江戸時代かよみたいな感じですよね。はい、じゃあ相場解説の方していきます。大筋はですね、一旦上に触れて大きく下に行くっていう流れだと思いますけども、どうでしょうか今日のところは。じゃあデイリーからです。どうぞ。これがデイリーなんですけども、毎回やってますけども、こういう風に動いてますよね。広がって縮んでいくと。そして今収束に入っている全体的にこうね、ダイヤモンドに近い形を描いてますよね。もちろんダイヤモンドではないんですけども、こういう風な形ですけどね。で、横ばいに入ったんで上か下にブレイクするんですけども、私の考えとしては一旦上に行って、で、このラインに、あれ?このラインに当たらない程度に下に触れていくっていう風に考えてますね。で、4時間なんですが、それを裏付けるようにちょっと上の方に上がってるんじゃないかなと思うんですよ。はい、これ高値が切り上がってますからね。安値の切り上がりっていうのもここに確認できますよ。ということで、この4時間では右肩上がりが出てきてるのかなと思います。ただし、ここが強い売りの流れがありますから、まあ、この辺りでね、大きく下に、ベクトルが進むんじゃないかなと思ってるっていうところです。で、1時間見ていきます。1時間は、前回お話したようにレンジに入ってたんですけども、だからこの辺りまでは、まただ。この辺りまではね、もじもじしてるこのチャートバーが上の方に行くんではないかなと。まあこの辺右肩上がりになってますからね。うん、それからじゃないかなと。一旦上に上がってぐっと下に下がるパターンじゃないかなと思うんですよ。うん、まあ今日は昨日お話したそれがさらに確認できたかなっていうところぐらいですかね。エントリーするポイントはちょっと見つからないです。というところでね、なんとも、9月の頭、あまりこれが見えるよってことはないんですけども、レンジの時はそんなもんですよ。横ばいの時は見えないんですよ。ただブレイクがどっちに起きるかなんですけども、一旦上に触れて下に行く。この流れはちょっと覚えておいてもらいたいかなと思います。おそらく9月の6日から始まる週では、それが見て取れると思うんですよ。で、9月全体的には倍の方に触れますんで、上に一旦下に行くんだけども、でも結果的に上の方にぐりぐり行くんじゃないですかね。110円を上回ってね。111円までは乗らないまでも、108円に落ちていくってことはないと思います。これが全体像です。それでは、今月も頑張ってください。こんにちは。9月3日でございます。朝5時27分の相場解説になりますね。今日金曜日なんで、まあ、あんまり派手な、資金投入はしない方がいいと思います。特にね、材料来ますんでね、今日夜は。まあですんで、夕方までにはもう相場を離れて、あとはしっかりと来週に向かっての、まあ方針をね、打ち立てた方がいいのかなと思いますよね。じゃあ早速画面切り替えていきましょうか。昨日のね、ドリフターズ。皆さん聞いていただきましてありがとうございました。ちょっとね、気になったんで言ってみましたけども、まあ、芸名ですよね、皆さんね。はい、それではまあ、デイリー見ていきますけども、デイリー、同じですね。上、こういう風に閉じて、開いていって、こう、縮んでいくというところで、この横ばいに入ったんですよ、やっぱり。横ばいに。で、私はちょっと上に行って下に行くっていう風に申し上げたところがありますけども、これデイリーなんですけども、上に行くのが、このヒゲを見るとね、このデイリーのヒゲを見るとわかりますけども、上に行った分、大きく下に引き戻されて、そして、これからね、セルの方に向かっていく。っていうところは、まあまあ、その通りだったかなと思います。で、4時間の方で細かく見ていきますと、4時間ですね。一旦上の方に上がってるでしょ、ぐいっと。で、下の方にまだ行ってないんですけども、こっから横ばいに入って、こっから私のシナリオだと、こういう風に下がっていくかなっていうところですね。で、1時間を見ていきましょう。ね、ですんで、どこで下がるかと言いますと、まあ、切り板で恐縮なんですけども、109円の915を割ったら、
セルの方に入っていけばいいんじゃないかなと思います。ここら辺からね、下げトレンドが始まっていって、まあ、いわゆる三角形、ディセンディングトライアングルを作っているような状態です。ですので、このディセンディングトライアングルがね、どこで終わるかわかんないですよ。このくらいの大きさになるか、もうちょっと大きいのかわかりませんけども、この109円の915を割って、大きくセルに向かう瞬間が来ると思います。これがだから、もし、今日中に起きるとしたら、材料のある時じゃないかなと思うんですよ。10時前後ですよね。ドカーンと来るかなと思いますよね。まあ、ギャンブルみたいになっちゃうんで、金曜日、何も起こらずに小康状態で、この三角保ち合いが、ディセンディングトライアングルが維持されるようでしたら、週明けにセルの方を仕掛けていこうかなと思ってますね。はい、今日の解説は非常にわかりやすかったんじゃないかなと思います。昨日、おとといと、辛抱した回があった。そんなね、週明けになるといいかなと思ってますね。セルの方で大きく取っていけるんじゃないかなと期待を膨らましております。それでは、今週もありがとうございました。速稼塾の久保です。今日は9月4日ですね。土曜日なんで相場はないんですが、まだ、ちょっとまだ深夜なんで動いてます。時間3時37分です。実はね、ちょっと材料のことがどうしても気になって、まあ1時間ごとに、この相場の方を見ていたんですよね。まあそして、朝お話したように、9月3日の朝お話したように、これはね、ディセンディングトライアングルから109円の915というね、この切り板を割ったところから大きくセルに入る。それが、まあ来週の戦略だったんですけども、これがね、ちょっと早まったみたいで、ずっと見ててよかったなと思いますけども、もうすでにね、蹴りはつきました。ずっとお話した通り、セルの方に大きく揺れる。その前に一旦上に上がる。ここまでお話してましたよね。上に上がって下の方に行くよと。一瞬上に上がるよと。ここがポイントなんですよ。一回上に上がって勢いつけて下に降りる。これがね、相場のパターンなんですよ。特に、ディセンディングトライアングルなり、アセンディングトライアングルみたいな、このフォーメーションを書いてる時っていうのは、綺麗にこれがハマることが多いんですよね。まあ、ですので今回は、ちょっとその辺を振り返って解説したいと思います。大きな利益になりました。はい。今ご覧いただいているのが、現在、9月4日3時38分のチャートなんですね。で、薄い四角で囲っているところがありますが、ここを9月3日の朝説明したわけですよ。で、ちょっとね、線を引きますけども、ここですね。ここが今回のネックラインになってたところです。で、昨日私が相場解説をしたあたりっていうのは、このあたりまでローソク足が伸びていました。で、ディセンディングトライアングルがこう来てるから、一旦上に上がって、今度下に潜るときは、109の915割ったらセルの方に入るよって申し上げましたね。で、正確に言うと一回ね、ここで、下の方にそのまま行っちゃってるんですよね。で、あ、これかなと思って私はエントリーをね、ちょっとできなかったんですけども、これ見てました。そうすると、あ、もう下に下がっちゃったから、あ、今回逃したかなと思ったら、すぐにね、上の方にぐーっと上がってきたんですよ。で、これだと思ってね、二度目のチャンス。私は、こっから、セルに入ることにしました。もちろんね、109円の915、この切り板まで私は待ちましたんでね。で、ここに小さな、やっぱりもう一回三角形ができていたという形になります。こうですね。まあ、ですんで、改めて、トライアングルをこういう風に引き直すことになってですね。あとは、109円の915を割るのを待っていたという状態ですね。で、割りましたんで、ここで、大きくセルに入って、現在ですね、109円の632に戻ってきてます。下髭がいいように出てですね、軟着陸しているところですね。下髭がこういう風にバッと並んで、徐々に陽線も出ながらの横ばいに入ってくるところですね。はい、まあですんで、30ピップスまでいかなかったんですけども、20数ピップス取ることができてね、まあ9月のスタート、万々歳で始まることができたということでございました。昨日のね、また予告通り、相場解説通りになったよということでございましたね。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。